2月の2日から3月の16日まで、自民党の若手有志約20名が呼びかけ人となり、チルドレンファーストの子どもの行政の在り方勉強会を合計8回開催いたしました。総勢大臣経験者を含め、80名近い先生方にご参加をいただきました。勉強会では、子どもの自殺や虐待などの件数がこのコロナ禍で増加している中、子ども政策は待ったなし、特に平成30年に公表された厚生労働省の2040年を見据えた社会保障の将来見通しの中でも、子ども子育て関連支出の対 GDP 比は 1.7% と、ヨーロッパなどの先進諸国と比較しても著しく低いままでございます。また、行政の縦割りにより、子ども政策がより一層推進できないといった要因もございます。一人一人が健やかに育つということ、楽しく学び、生きがいを持って人生を送れるということ、子どもを持ちたい、育てたいという人々に寄り添い、我が国はチルドレンファーストの政策に今こそ舵を大きく切るべき時だと考えております。この勉強会では、皆様から意見を聞きたいということで、2週間にわたりウェブでアンケートを実施しましたところ、これは私たちも大変驚きましたけれども、なんと17,458名の皆様から、そして意見数といたしましては、48,000件以上の意見を頂戴をいたしました。その意見を反映させて、我々は提言を作ることといたしました。毎日の生活に追われている子育て世代にとっては、こういうウェブのアンケートをもっともっとやってほしいという声だけでも1000件ございました。アンケートにはすべて目を通し、分類をいたしました。デジタル民主主義という言葉をこの時山田太郎先生からも教えていただきました。その結果は実に53ページに及びます。子ども庁の創設に向けてというホームページで公表しておりますので、ご関心のある方はぜひご覧いただければと思います。ちなみにひらがなで子どもといたしましたのは、小学校前の子どもたちが自分たちのことなんだと読めるようにひらがなにいたしました。誰かが自分たちのことを理解しようとしてケアをしようとしてくれているという私たちのメッセージが、時に困難な状況の中にある子どもたちにも届けたい、届くようにという願いを込めてございます。そしてアンケートの結果でございます。失礼します。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。8割が女性になってございます。そして年代も20代30代で 73.3%、 40代を深めると 91% になります。そして24項目の中から1人3つまで項目を選び記載をしていただきました。全体として最も要望が多かったのは、パネルの右上と右下に記載がございますが、教育、保育、少子化、児童虐待、社会養護、子どもの貧困、産後ケア、ひとり親、いじめ、不妊治療、障害児支援と続いてまいります。男女や子どもの人数、あるいは年代を用いたクロス分析というものも行っておりますが、男性と女性を比べますと、女性の方が産後ケア、不妊治療、保育が男性と比較して優位な要望でございました。一番多かった教育では、親の収入の格差が子どもの教育格差、体験格差につながっているという声、公教育の質を向上してほしいという声がございました。これは3月31日に成立をいたしました35人学級の実現に向けた改正義務教育法もございまして、萩生田大臣の手腕とともに大きく改善していくことと思われ、ここも期待をしているところでもございます。また第2位の保育の質、ここも保育の質の向上の際にも、まず保育士さんたち、大変な環境で働いている、彼女たち彼らの労働環境や処遇改善をぜひ行ってほしいという声、これもございました。また幼児教育の質の担保、これもぜひ行ってほしい、あるいは男性の育休、働き方改革の必要性などの声も大変大きなものがございました。虐待や自殺などから SOS を拾い、子どもの命を守る体制強化や、菅政権でも大きく光を当てていただきました不妊治療の費用、そして周りの理解の促進、そういったこと、そして同時に妊娠、出産、産後の助産師によるケア、こういった充実を望むという声が赤裸々な言葉で書かれてございます。議論を通しまして、私たちはいくつかの論点整理をさせていただいております。先ほどのスライドをごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの図をご覧ください。議論を通して、子どもを性犯罪から守る DBS という無犯罪証明という仕組みですとか、あるいは子どもの死因究明 CDR の仕組み、これは子どもがどの場所で亡くなったかによって所管省庁が違うというところから大きな課題が4年前はありましたが、平成28年にこれは内閣府子ども子育て本部で0歳から6歳まではある程度
統一的に対応していただいていると思っておりますが、こういった CDR の仕組みや障害者支援、そして実は子どものホスピス、これは担当課がございません。こういった各省庁間の間に落ちてしまっているものや、責任の所在がはっきりしないものも多く、課題としての論点整理をさせていただきました。また同時に国と都道府県と市町村の間の整理も必要な課題だという認識をいたしたところでもあります。そこで我々は提言に、専任の大臣を置くこと、強い権限を持たせること、そして対 GDP 比子ども子育て関連支出を倍増するということを打ち出し、子どもに関係するこれらの諸課題の網羅的な把握と、子どもの医療、保育、医療、保健、療育、福祉、教育を一元的に所管する子ども庁の創設に向けた緊急提言を先週取りまとまえ、そして官邸にお伺いをしたところでございます。菅総理にお伺いします。子ども政策を一元的に所管する子ども庁創設に向け、決意のほどをお聞かせください。将来考えれば国の宝であります子どもたちの政策を何としても進めなきゃならない、そのことは政治の役割だというふうに思っています。子どもたちが生まれ育ち学んでいくそれぞれの段階ごとに光を当て前に進めていきたい、このように考えています。不妊治療はこの1月から所得制限をなくして助成額を大幅に拡充した、その結果として現場の先生方によれば受診者が大きく増えているということであります。また待機児童問題を解決するためにすでに予算を用意をして4年間で14万人分の保育の受け皿を整備することを決定をしております。またベビーシッターなどを使いやすくするよう税制面、予算面でもしっかり支援措置を実施をしております。またこの4月には40年ぶりの大改革となりますこの小学校2年生で35人教育が始まります。新型コロナの影響が長引く中、困難にある一人親、また二人親でも所得の低いご家庭には新たに子ども一人5万円を給付させていただく、このことを決定いたしました。また子どもに関する施策というのは安全安心の確保から少子化対策まで極めて多岐にわたって担当とする省庁も複数にまたがっています。例えばあってはならない児童虐待、このことにあれば内閣厚生労働省だけでなく警察庁、文部科学省、法務省、総務省など多くの省庁が関係をしてきています。こうした中で子どもたちのために何が必要であるのか、そうした視点に立って縦割りを打破して組織の在り方をもう一度抜本から考えていく、このことも必要だというふうに思っています。今般自民をはじめとする自民党の若手の皆さんから要請をいただき、子ども庁創設に向けて要請をいただき、また積極的な提言をまとめていただきました。まずは党内において日本の未来という大きな視点に立ってさらに検討を進めてもらいたいというふうに思います。皆様方の要望というものを私は極めて重く受け止めてしっかり対応していきたい、このように思います。総理は総裁として3月の自民党の党大会の場で何よりも進めたいのが未来を担う子どもたちのための政策、それがまさに政治の役割、子どもが生まれ育ち学んでいく、その一つ一つに光を当てて前にして進めていきますと語られました。また上川法務大臣におかれましても、前回の法務大臣時代よりチルドレンファーストという言葉をいつも信念にして伝えており、ここも大変心強く感じているところであります。今後は自民党の中での議論が深まっていくと思いますが、しっかりと実現に向けてみんなで力を合わせて進んでいきたい、そういうふうに決意を今新たにしたところでございます。どうぞ関係の皆様よろしくお願いいたします。